趣味です。よろしくお願いします。お願いします。いや、よくさ、こう道に財布が落ちてて、それを拾ったら自分の中の天使と悪魔が出てくるみたいなやつありますよね。はいはいはい。あ、こんなところに財布が落ちてる。でで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 、え、待って待って待って、え、待って、え、これマッスーと同じ財布じゃない？マッスー？え、これ絶対そうだ。え、すごい、え、湧いた、え、すごい湧いた。え、誰今の？え、マッスーとあのニュースの？なんでジャニオタが出てきた？でで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 でこれ絶対マッスーのだって。誰よ？マッスー、このクロムハーツにここの傷の感じ。いや、怖っ。着眼点怖すぎるだろ。じゃ、天使と悪魔が出てこいよ。でで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 で。また？じゃ、もういいって。よ、やっちゃいなよ。え、ジャニーさん？なんで天使の悪魔でも、なんでジャニーさん出てきた？いいから言う、やっちゃいなよ。あと、この場合のやっちゃいなよ、完璧に悪魔側のセリフやぞ。あと、なんでここの登場曲全部嵐のハッピネスなん？ででででーのやつ。まあ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 。その財布、早く警察に届けましょう。やっと天使が出てきた。そんな取っちゃダメだから、ダメダメ、そんなギリギリで生きてちゃダメ。ほら、うちは作って応援してるから。ジャニオタの天使やった。カプー推しの天使さんですか？でででで、おいおいおい、何やってんだよ、早く取るよ、早く。悪魔かな。あ、そんな落としたやつが悪いだろ。だから気にせず言う、やっちゃいなよ。あ、悪魔ジャニーさんやった。いや、悪魔ジャニーさんって何？でんでででん、でででででで、マッチです。あ、マッチさんは引っ込んでてください。どうもありがとうございました。